ハーイアイ航空はアメリカのハワイ州を拠点とする航空会社である。ハワイ州ホノルルにあるダニエル・ケイの上国際空港をハブ空港とし、ハワイ州内のハワイ島、マウイ島、カウアイ島を結ぶ島間路線、ホノルルか古いとアメリカ本土を結ぶ長距離国内線、ホノルルと太平洋地域を中心とした国際線を運航している。 1984年からトンガなど国際線にも進出し、移行フィリピンなどにも就航し2010年には日本路線に進出した。2018年3月に日本航空と業務提携し、その後はコードシェアのみならず同社と共同事業を行う。さらに2019年10月からは同じジャルグループの日本トランスオーシャン航空とコードシェアを開始した。 航空券の座席予約システムはセーバーを利用している。アメリカ合衆国運輸省の調査によると、アメリカの航空会社として2003年より6年連続定時出発率1位となっている。2011年には過去最高となる約867万人の旅客数を記録した。創業以来90年近くにわたって死亡事故を一度も起こしたことがない。 エアバス A330 から200ボーイング717から200エアバス A321 ネオコンベア 640L-1011 トライスターマクドネルダグラス DC-10 ボーイング767から 300ER 現在はエアバスを中心に新造機の導入を進めているが以前はダグラス DC-8DC-9DC-10 L-1011 の中古機材を導入することが多かった。L-1011 退役後、アメリカン航空から DC-10 から30を導入するが、アメリカン航空のベアメタルをベースに、帯色はハワイアンのものに変えただけであった。1960年代には、新造機の日本航空機製造 IS-11 を購入しシママ輸送に就航させていた。 その後島ままへそに収益してきた DC-9 から51はほとんど欧米からの中古機材で代替したボーイング717は半数は新造機だが生産を中止したためオーストラリアから中古機材を調達している島ま路線編集ハワイ州の島々を結ぶインターアイランド路線を運行ホノルル及びカフ類から 粉、リフエヒロエの定期便が運航されている。また、子会社お花がエンパイア航空との間によって設立され、ホノルルとモロカイ島、ダナイ島とを結ぶインターアイランド路線を運航。お花運航路線アメリカ本土路線、編集アメリカ西海岸の主要都市及びニューヨークボストンからホノルルへ一部はカフルイとも結ばれている。2014年より、 コナリフへとオークランドロサンゼルスを結ぶ路線を、夏季季節便として運行予定。ホノルルからアジアオセアニアを中心に運行。とりわけ、日本路線が多いのが特徴である。2018年現在アメリカン航空、中国国際航空、チャイナエアライン、大韓航空、ゼットブルー航空、日本航空、バージン、アトランティック航空、バージンアメリカ、 バージン・オーストラリア・デルタ航空、ユナイテッド航空、US a ウェ w a エミレーツ航空、バージン・オーストラリア・アイランドエアー、全日本空輸。ありがとうございます。